野鳥観察を楽しむ人々野鳥観察もしくはバードウォッチングとは野鳥を観察する趣味である。同行の死の間ではトレミと呼称することも多い。この趣味を楽しむものは野鳥観察家またはバードウォッチャーと呼ばれる。この趣味の発祥地はイギリスを中心としたヨーロッパであり、現在では英語圏のアメリカ合衆国にもこの趣味を楽しむ人が多い。広い意味では 庭先に餌場や水場、砂場を作り、野鳥を集めて楽しむことも含まれる。しかし、一般には、観察者側から野鳥にできるだけ働きかけをしない、ことが重要視され、野鳥の生息環境に人間側が足を運び、自然状態の鳥を対象にすることが多い。鳥の鳴き声を聞き、姿を探し当て、その行動を観察し、記録するなどの行動のことを指す。 単調とも呼ばれる。森林、火星や故障、湿原、海岸と鳥類が多い、様々な環境に人間が出向いて行われる。それぞれに観察できる鳥の種類は異なる。また、季節によっても違う種類の鳥が観察できるため、数年楽しめる趣味である。自然の中に身を置くため森林浴などの側面もあり、 また適度な距離を歩くトレッキング、ハイキングなどを兼ねることも可能。幅広い年齢層が楽しめる趣味である。大都市などの市街地にも数多くの野鳥が生息していて、自宅の庭にバードテーブル、水場などを設置して窓辺から身近な野鳥の姿を観察することができる。道具を使用した野鳥観察の風景肉眼観察以外にも、より良い条件で観察を行うために、 双眼鏡、フィールドスコープと呼ばれる、地上用の望遠鏡、または高倍率の望遠レンズをつけたカメラなどが用いられることが多い。ただし、カメラは、それ以外のものとは、用途が異なり、記録のための道具である。カメラに気を取られていると、じっくり観察することができないため、嫌う人も多い。鳥の種類の同定のためには、野外で使いやすい小型で軽量の図鑑が多く、 市販されている。野外用の小型図鑑には、野外での鳥の区別点のポイントや鳴き声の特徴などが重点的に記載されている。一般に、初心者は鳴き声や姿を垣間見みただけでは、種類の同定が難しいことが多く、経験者に同行することが楽しむ秘訣である。この意味で、野鳥観察を行うサークル活動的な集まりが多い。 最初のうちは観察した種類数を増やしていくのが楽しい趣味だが近場で一通りの種類を観察するとその先はより詳細に個体数や行動など生態に興味を持ったり遠出をしてさらに見たことのない種類を観察するなど楽しみに広がりが出る確かな目を持った観察者であれば特定の場所における鳥の種類ごとの分布密度調査や 渡りの詳細を解明する、生態調査などの一端を担うことも可能であり、逆にこういった分野では、アマチュア調査者の果たす役割は大きい。趣味としての単調は、1889年、英国王立鳥類保護協会が設立され、野鳥を捕殺したり飼育することを禁止しようということで、鳥を見て楽しむことが奨励された。20世紀に入り、欧米を中心に広がった。 日本においては昭和10年頃中西五道らによって提唱され現在に至る野鳥観察の例里山などで比較的見かけやすい野鳥鳥類の特徴は中高生の種類が圧倒的に多いさらに鳥類は季節や環境により住んでいる鳥の種類が違い変化に飛んでいるいつでも飛んで逃げられることから 人間の姿が遠くに見えてもすぐには逃げずにじっくり観察が可能であるし姿や声の美しいものが多い。従っていつでもどこでも単調を趣味として楽しむことができる。特別の道具を必要とするものでもないができれば低倍率の双眼鏡があれば鳥の表情や仕草まで観察できる。小さな野鳥を遠くからカメラで撮影するためには 高倍率の望遠レンズが適する。野生の動物に親しむには、鳥類は、うってつけの動物である。また、哺乳類に比べ、様々な環境において観察可能な種類数が、圧倒的に多いことも、コレクションの要素をも含む趣味として成立してきた。ただし、野鳥はその全てが、 繁殖期にはことさら警戒心を増幅させるので、単に繁殖の様子を観察するだけでも問題が起きることが多々ある。ことサイン心の強い猛筋類に関しては、カメラのファインダーをたった一度向けただけで、映像や育数を放棄することもあり、カラスのような利口な野鳥については、観察者を特定し、その人物のみを狙って、必要に攻撃をしてくることも、珍しくない。 さらに沈潮とされる鳥の繁殖情報が他の愛鳥家の耳に届くと現地に多数の事象を含む愛鳥家が押しかけ断りもなく勝手に他人の土地に踏み入るプライバシーそっちのけで傍若無人にカメラを向ける撮影の視界に入った無関係の人間を怒鳴りつける甘津さえお目当ての鳥は繁殖を諦めすを放棄して逃げ去るなど品宿を買って当然の行為が多発するのも 日常茶飯である。ゆえに多くの愛鳥家が不意調する野鳥を観察する行為は自然と人間との間に全く何らの相互作用も発生させないというのは全くのでたらめで愛鳥家のこのような考えが独善的と評価される一因となっている。また日本で野鳥観察という趣味がまだ認知されていなかった1950から70年代には 野鳥観察に理解を示さない人々からは、双眼鏡を持って、うろうろする様子を覗き趣味と、揶揄されていた。現在に至っても、一部の人から、そのように呼ばれることがある。野マのオスの赤い喉や常備滝の翼の白斑の、ように、よく目立ち種類を見分けるのに役立つ模様を、フィールドマークという。また、食べかす、ペリット、糞、羽毛や足跡など、いろいろの落とし物を野外に残す。 これをフィールドサインと呼び取りの生活や植生に関する情報を数多く含んでいる。日本海の離島には多くの渡り鳥が中継地としていることで知られるところが数多くある。例として長崎県津島、山口県三島、石川県平ぐ島などが挙げられる。野鳥の種類も数多く、チン鳥の観察ができることに加え、ある時期には冬と夏の鳥たちを同時に見ることができる。 日本の各地に野鳥公園や野鳥観察施設が開設されている。各地の公園で野鳥の森と称する野鳥観察コースが整備されている場所がある。ありがとうございます。